戦後の官僚白須次郎、激動の時代を生きた人、基礎がしっかりしているからこそできる筋を通した生き方、その時代の守るところを押さえつつ、いつまでも自由を楽しんだ人、ここは白須次郎雅子夫妻が愛し対の住処とした旧邸宅、無愛想、自分を見つめ直そう、何が好き、どんな風に生きていきたい、守るところは抑えつつ自由に生きていこう。